じゃあ、えー、ライブ配信開始します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの、なんかね、最初にマウさんが、あのパパーズアンビシャスみたいな、なんか。<laughs> <laughs> マウのマウのパパーズアンビシャス。アンビシャスのところで僕合わせますわ。<laughs> マウのって言ってもらったら。<laughs> はい。パパーズアンビシャスで、はい。<laughs> はい。ではっえっ、ー、と、通知来ましたかね。えーっとね。うーんと。 まだ来てないかな。あ、来た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 。あ、ね、映ってるはい。はい。で、っていうところで、えー、で、ここで、あの、シェアとかしていただいていいので、はい、ありがとうございます。はい。はい、えっと、シェア。ちょっと待ってね。あ、はい。えー、っと、タグ詰め系したらいいんですかねシェアからのタグ付け。 あ,付けとかあ、シェアする。あ,あ、シェアするですね。はい、あ,あ、シェアなりました。はい。はい、それで大丈夫なので。はい。はい。あれ、タイムラグが結構ありますよね。うん、あ、これね、タイムラグがそう結構あるんですよ。ね。うそ,うそうそうそう。ほんなんで、あの、はい、このズームでしゃべってるところと、うん からこのフェイスブックライブに行くところに、なんか多分ね30秒ぐらい確かに、ね、あるんですよ。<ー>まあまあ大きいですね。<laughs> <laughs> 大きいんですよ。<laughs> なんでコメントもリアルタイムに拾いづらいみたいなところがある確かにそういうことですね。はい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 。はいじ,ゃね、じゃあ元気よく行きましょうか。はい、じゃあ,じゃあ,あの日曜の夜ですが、はい、元気よく行きたいと思います。はい。じゃあ行きます。マウのハンバーズー、はい、バンバーズーア,ーアンビシャー

父親も自分らしく輝こうということで、あのー、この父親が自分らしく輝くことであの家族ですとか大事な人をこう、あのー、幸せにするっていうコンセプトでやっていますでいろんなお父さんにこうインタビューをさせてもらうことで、まあ、その秘訣みたいなものをねちょっと探っていこうというですね <laughs>、まあ、そういう企画でございます今日は第4回目ということでえ今回はあのー キャリアコンサルタントとしてもね、あの、役されている、えー、倉さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。改めて改めて、えー、今、ただいまご紹介に預かりました、えー、行列のできるキャリアコンサルタント、倉の前ひろゆきです。行列のできる。<laughs> <laughs> まあ、<laughs> 法律相談所じゃないですね。<laughs> これ、まあ、言うたもん勝ちなんで。<laughs> <laughs> なるほど。いや、もう。 もう場合によってはすっかすかなスケジュールの時もありますしね、ガンガン重なる時もあるし、えー、まあね、キャリアコンサルタントって言っても、まだまだそんなに知名度の高いもんじゃないので、まあ、ざっくりと。キャリアコンサルタントって言っても、多岐にわたる業種があるんですけど、僕の場合は、企業訪問させていただいて、カウンセリングとかコーチングの技法を使ったキャリアコンサルティング、うんうん、キャリア面談をして、キャリア経営の、えー、支援。 をさせていただいただですねあとはこうコミュニケーションであったりとかそういった研修セミナーなんかをやらせていただいてますとあ普段から、うん、多くのビジネスパーソンとかオーナーさんとかとたくさんねそうやってお会いさせていただく機会があるんですけどもそれでねやっぱりね実際僕が、あのー、訪問する企業っていうのはもうほとんどが中小零細が多いんですよ そうなんですね日本はもう99.7%が中小零細ですから、この中小零細、やっぱり元気であってほしいというのもありますし、なるほどですね。あと、潤沢な資金がなかったりとかするところも多いですしね、そんな場合は場合によっては、いろんな国からの支援とかそういうのをやったりとか。 かわいいな、もう。夢の乱入者やね、ほんいくわかるわかる。めっちゃわかる。あとでいくわ。最高のお父さんや。最高のお父さんしてる証拠ですからね、これ。ほんまに。 もう僕も、ほんまあ今日ギリギリまで持つ。ありがとうございます。手握って。うんうん、<laughs> そうそう、うん。そうそう、そうやってね。うん,うん、んで、そんな中でね、けど、やっぱり、えー あのね、企業研修とかって、僕も昔はやる前とかってすごく憧れたんですけど、これは、ね、マイナスな意味ではなく、言い悪いは関係なく、はい、やっぱりいきなりこう <laughs> 中小企業の場合、やっぱり社長にやらされてる感満載の時とかあったりとかあ確かにそうですよね。すんごいほんまに昔番組であったりガチンコファイトクラブとかあったでしょ。あ,あんな感じでこう自分がこうしてたって、もうガンガん噛んでくる人とかもやっぱいますし。 あなるほどですね、うん、けど、うんうん、終わる頃にアンケートをして、今までで一番良かったですとかって書いてくれてたりとかね、<ー>そんなのはめちゃめちゃ嬉しかったり、あとどっちかというとこう、キャリアコンサルティングで、えっと、まずこうゼロの地点があった場合、はいえー、これものすごく大事なんですけど、マイナスに落ち込んでる人に対しての関わりっていうのは、カウンセリングのような関わりが必要なんですね。こうまずゼロに戻す。 やっぱりね、こうビシッと事務自身に目標とかある人はね、この7、8とか90とか目指している人に対しては、コーチング的な関わり、はい、教えるっていうよりも、コーチする、プロとして最適な質問をしていったりとかしながら、こう、うん、でね、これはもうねあの、基本的カウンセラーの態度って言って、はい、あのもう目の前にいる人は、やっぱり全集中ですね。 で、目に見える部分だけではなく、ほんまそれこそもう一つ目を持つような五感で感じて、<ー>その方が今、あの人間ってね、あの、原稿一致するとは限らない。例えば、ねうんうん、めっちゃニコニコ喋ってても心の中で泣いてる人もいますし。うん、なるほど。はいはい。だからね、うんうん、そんなマイナスに落ち込んでる人にね、あの、頑張ってっていう言葉は素敵やけど、大丈夫っていう言葉は素敵やけど、時に、 本当は傷つけてしまう時もあるんですよなるほどですね。深いですね、そ,<う>そこら辺はね。そうなんですよ。だからそこはもう、あれなんか違うなって思った場合も、うん、コーチング的な関わり方はしないで、まずやっぱり一番最初、こう、整えていく、心を整えていくような関わり方、カウンセラーとしての、まずゼロに戻して、でここまで来てからっていう、ね、うんうん、そういうふうなね、作業とか、ああ、作業っていう言い方あかんな、まあ、そういうふうなね、やっぱり関わり方っていうのは、うんうん、やっぱりね、ものすごい役立ってきて、 なるほどで、やっぱり僕がカウンセラーになるきっかけくれたのは妻なんですけどね、<あ>けど奥様なんですね、うん、そうなんですよ。その妻もやっぱり夫婦間の関係であったりとか、あと僕が関わる子供との関わり方見てて、いや、ほんまにカウンセリング勉強して、そのままプロとして、あのはい、そうやってやってくれてて、ほんまによかったと思うってやっぱりよう言うてくれるんですよね。 なんか例えばどんなところがこうカウンセリングとかコーチング勉強されてて、まあ、それがね実際の夫婦間の問題でまあ関係とかねお子さんとの関係に生かされてるってことなんですよね。どんなところが具体的にこういいなって思われたんですよねそれまずねカウンセラーっていうのはやっぱり基本的姿勢とかあと自分自身の心の中純教枠っていうのがあるんですよねこれも大きく3つ分けけてあるんやけど、まあ、簡単に言うとね。 人間誰でも価値観や思想とかっていうのはあるでしょはいはいはい。けど一旦自分のものは全部そこを横に置いときなさいよってことですね。じゃないと、自分自身のそういう価値観があると必ず相手と、あの、相手をね、あのー、こう、評価してしまうんですよね。うん,うんうんうん。それから本来僕らカンセラーって相手のこと素晴らしいすら言うたらダメなんですよ、ほんまは。あ、そうなんですね、うん。評価してしまうから。 そそそれも評価なんですねうん、そう本来ね。けどそんなに言うててやってられへんから言いますよ。<laughs> <laughs> ただけど基本的にはあの概念としてはそういう概念がある。うんうん、評価しない。なですね、いいこと悪いこと一切評価しない。本人の気づきにを促すだけの行為。アドバイスもしない。けどね、けどそれだけじゃ実際なかなか難しかったりするし、この世にもちろん万能なものなんてないんですよ。 そ,れそんな中でやっぱりやっていく中でやっぱり自分自身基礎はものすごい大事にしますけどどのタイミングでどういうふうなうんそういうふうなやっぱり大事になってきてやっぱりけど基本的姿勢自分が整ってるっていうことがすごく大事であ整っているはいでね受け入れると受け止めるっていうここの違いってね言葉で言うとよく似てるんですけど全然違うんですよね受け入れるという行為をすると例えば鬱っぽい感じの人1人続いたらこっちも引っ張られて 鬱っぽくなってしまうんですよ。あ、受け入れるとってことですかね。それそうそう。けど受け止めるっていう形にする。うんうん。そう今度課題の分離頭の中かあのねよく流行ったアドラー心理学で課題の分離とかです。ありますね。アドラー心理学はい。そうしっかりと頭の中で分けれるというかね。うんうんそういうふうな関わり方です。やっぱりねそういうふうなことできるとあのなんていうかなまあ。 本来、カウンセラーというのは二重関係の回避って言って、も身内はやったらダメなんですよ。おー、なるほど、おそうなんですね。本来、カルテとか、近所の人やったら、もうその時点で他の先生リファーするとか、それぐらい厳しいんですよ。<ー>うん、うん。そうやけど、そういう意味では、もう将来、はっきり言って、夫婦とか、夫婦関係とか、うんうん、やっぱり近すぎて、なかなかそういうね、カウンセリングするとか、そういったことはもうね。 違うんですけどねただ基本的なそういうのが分かってたらやっぱり活かすことはできますよねあとその関わり方であったりとかしてもねで、はい、自分自身もセミナーとかでこう大事なことをものすごい伝えるじゃないですかその伝えてる本人ができてなかったらやっぱあかんじゃないですかそうですねなるほどそういう意味でやっぱりねあのー 常に自己を律するっていうことはやっぱりせんとあかんので、やっぱりその、そなんていうかな、やっぱり単純にね、仲の悪くなる夫婦っていうのと、仲の良い夫婦の違いっていうのは、そのうちの妻は結婚する前にこんな人と結婚するって決めてたいくつかの要素があって、そのうちの一つに、ちゃんと分かち合いできる人っていう条件があったんですよ。はいはいで そういうういいななんていうかな僕らせやからそういう時間取ってて、お互い最近近況報告とかね、今こんな感じで思ってることとか、仕事の進み具合とか、それでお互い共有していく情報、うんうん、で子供との出来事とかも全部情報を共有していく、そういう時間必ず持ってるんですよね。はいうん、ああ、そうなんですね、うん、なるほど。そ,<う>それで例えばあの、うん、定期的っていうか、 まあ、な,なんかこの日って誰決まってるんですか、昔はね、結構ある程度、頻繁にやってたんですけど、うん、まあ今はね、やっぱり子供も授かってからは、なかなかそこまでの時間取れてないですけど、ただせやから、まああのー、なんていうかな、あのー、突発的になるかもしれんけど、そういう雰囲気出てきたら、あ今からちょっとこういうお互いのシェアする時間やなっていう風になったら、うん、お互いがちゃんと聞く体制入っていっていいんですよ、自然と。 お,お互いが経営体制 <laughs> と同時に、やっぱり、あのー、言うメッセージ使わないですよね。愛 <laughs> メッセージ。主語をちゃんと私はっていう主語にするだけで、やっぱり全然変わりますからね。はい。うん。ととこう思うけど、どう思うかかどう思うとか言って、うん。かかこう思ってんねうん、うん、そっかーって、なんでそう思ったとか言って、そんな感じでほんまに関わっていく。うんうん、じゃあ、うん,うん、うん。実は言うと、こんなことがあって、ああ、ほんまそれ俺知らんかったわ。とか言って、情報共有していって、はい。 であと、ノンバーバルの部分ですよね。やっぱり表情や声のトーン、所作しぐさ。まあ、ここまではね、やっぱり97%影響するとか言って、そういう、ね、非言語は大切やっていうんですけど、やっぱりね、僕は自分の講座でも、もう特に男の人に言うのは、女の人が嫌う、はい、最も嫌うあの、例えば表情とか声のトーン、所作しぐさ、この3つで分けたら、どこいっちゃう女の人は見てますかっていう問いかけする。マウさん、どこや思いますこの3つやったら。<laughs> 僕もその3つもう一回言ってもらっていいですか。表情とあと声のトーン、声のトーン所作しぐさ、行動ですね。三つ目。僕は所作仕草だと思います。もうね、ちょっと一発目はちょっとボケてほしかったんですけどね。すみません、真面目なんで。 <laughs> そうそう。けどね、ほんまね、ただその所作仕草さの中でも、うん、その身だしなみとかそんなもんまあそうなんですけど、もっとね、大事なところっていうのは、うんうん、やっぱりね、こう例えば、こうね、妻が体調悪いとかって言ったら、まあ、自分がね、はい、その俺も外で仕事してきてんじゃんとか、そんなこと言わんとね、やっぱりもう何も言わんと、まあ、洗い物たまってた洗い物をするとか。うんうん、あなるほど洗濯ねうん、うん 出て洗濯取り込んでああこれ全部干してくれてるなってありがたいな思いながらね特に真冬なんか寒いじゃないですか中取りをねで玄関の靴揃えて中に入れるとかねそういうふうなねところをねやっぱり大事にするというかうんだねここにはね会話ないんですよあなるほどもう会話なき会話以上の大切なコミュニケーションなんですこれその 行動するとというところ所作、仕草さ、行動っていうね、うんうん、で、言葉以外の部分っていうのは、<ー>実は言,と言葉の前に大事、ここ整っとも解かないと、例えば、ねうん、僕、今に、真央さんに、真央さんにこうやって、あのー、横向いてスマホやながらで、うん、ありがとう、うん、いつも感謝してるよて <laughs> いや伝われへんやないですか。<laughs> うんうん、そうですねでまず何が根幹かっていうところですよね、うん、コミュニケーションにおいて。 言葉でね言ってもね薄っぺらくするのもちゃんと本物の言葉にするのも自分次第もっと根元の部分整ってないとなっていかないですよねああなるほど、うん、根元の部分を整える、はい、なかなかでもこれ難しそうですね <laughs> いやけど難しいと思ったら難しいですけど <laughs> あ一つ一つ丁寧に丁寧に、うん やっぱりその大事な根っこの部分は見えないでしょう。うん,うんそうですね。うん,う,んう,んうん。そうですよね。そのやっぱり本学的な部分ですよね。うん,う,んうん。本乱れて松治るものなしっていうふうにね。やっぱりそういう根っこのきっちっとしたところもね整。整ってない限り綺麗な花なんか咲かせないですし。いくら素晴らしい技術あっても根っことのってないやつは。 詐欺でお金の方、そんなアイデアをひらめいたなっていうことを考えながら詐欺するでしょうしね。松下幸之助さんとかのように世の中の役に立つためとかね、昔そうやってあの貧しい時代に、お母さんが兄弟五5人、6人のね、行けつくような寒い中、こうやって洗濯板でこうやってやってるところに。はい まだ洗濯機っていう言葉すらない部分、ない時に、思いがさっきあった、目に見えない、思いがあって、こんなものがあった素敵やなって言って、それが形になっていくんですよね。ほんで、洗濯機というものがこの世の中に生まれて、お母さんがちょっとでも時間なくしたり、もやけになるのも、そういう頭の使い方って、やっぱり本学があって、末学ああ、なるほど。本学っていう、そういう哲学というか、倫理観、じあの道徳観。で、末学はスペースシャトル飛ばすような。 技術や設計とかノウハウ計算式すべてそうですよどのタイミングで市場に導入したらさらにもうかるのかこんなのも全部末額ですどっちもバランスよく渋沢栄一は論語とそろばんって言いましたけどこれは両方ともバランスよく持ちなさいってことですよねそうやけどその何のためにがあってちゃんと世の中に多くのありがとうを集めれるものは自然とお金もついてくるんですけどそやけどねうん、うん たまにこうやって生き馬の命に抜いてでも我先に我先に我がさえよけりゃいいっていうやつを本学と松学が転倒する。これを本末転倒って言うんですよね。ああ、なるほど。うん、なるほど。本末転倒はそこから来てるんですね。はい。由来ですね。本学と松角。なるほどですね。あ勉強になりました、それすごい。<laughs> 野木将軍とかもね、あーのー、ええ、ね、あのー、あのー、なんて言うろう、領順 とかでもね、あのそうやって苦戦しながらも日本を勝たしてそうやってあのロシアに、ね、超恐れられたあの農ぎ将軍、えー、農ぎ将軍とかでも本乱れて松治るものなしって言ってね、うん、やっぱおっしゃられてたんですよね、うん、ああそうなんですねうんやっぱりねそういうねやっぱり先人がねやっぱりこうそこから受け継いできてるものっていうのはねやっぱり、はい うん、こうそういうのってやっぱりすごい素敵なことが多くて。ああなるほどそうですね。<う>うん、2000年以上も前にそういう論語とかでもね僕好きな言葉で「黄砂を節制にしかず」ってあるんですよ。黄砂を節制にしかず。うん、そうですね、はいうん。こんなんはねやっぱりこう田んぼ言葉巧みにこう言ったりとかしても、うん、どもうもなくても誠実な姿勢姿にはかなわいませんよみたいな。 なるほど姿勢にして動かざるものは未だこれあらざるなりみたいなそれと似たような意味ですよね。やっぱりねそこがすごく大事やなって思いますね。やっぱり栄養素になってきたらだんだんそっちの方を大事にもう一回見直すというか。なるほどですね。 すごいもうか開始なんかもう15分ぐらいですけどもそこでもめちゃめちゃ濃い話 <laughs> 話がいや <laughs> もう、まあ、もう,うんやっぱりそういうふうなのねやっぱりね自分いろんなビジネスパーソンと会うことによって、うん、やっぱり、うん、なんていうかな例えばね美容師さんとかでもたくさん会うんですけどはい、はい、あのこれもねよく講座で言うんですけど、うん、あの A さんと B さん、日本人ってね、真面目な人多いからね、みんなね、ちゃんと真面目にやって、技術はちゃんと高くなっていく人多いんですよ。はい、でそんな中で、同じだけの技量を持った A さんと B さんがいて、かたうん、うん、や A さんは、えー、リピーターたくさんいると、はいうん、持ってるお客さんもたくさんいるけど、かたや B さんはそこまでいないと、うんうん、け,けど同じ技術量なんですよ。 不思議でしょ、何が違うんやろって話でしょ。うん、そうですねやっぱりこうやっていろんなビジネスパーソン会うたびに、その差って何やろってやっぱ思って、行き着くところ、そういうやっぱりねここ、マインドの部分っていうか、そこと行動がちゃんと伴ってるあところに行く。例えばその、僕がやっぱりね、すごくね、好きになった、なんていうかな、ある何店舗かね、こう運営してる奈良のね、 美容室のそこのね、はいあの、トップスタイリスト、えー、店長、本店の店長やってる人なんかね、僕と同い年の人やねんけど、まあ、もちろん僕と同い年なんで、もう50前でね、やっぱり年齢いってるっていうのもあって、お客さんが、やっぱりそんだけ長いこと続けてるから、お客さんが多いっていうのもあるけど、やっぱりついてる、はい、ついてきてるっていうのは、やっぱりね、そんだけ素敵な方やねんけど、やっぱりね、けどその人と同じぐらいの腕ある人なんか、別に日本全国探していっぱいおるんですよ。 けど、そんだけずーっとね、うん、多くの人に愛されている理由ってね、ね僕ね、うんうん、その人と接してね、あのー、さっき言ったそういういノンバーバルの部分あるでしょ、非言語の部分、うん、まずそこっていうのは、そうやってずっと聞いてると、自分自身の,あのお客さんたくさんいる100人以上、もう何百人もいるお客さんの中で、そうやってね例えば。<laughs> <laughs> もうちょっと待ってってね。<laughs> ね、今日あれだね、寝た、うん、で寝たで長く <laughs> 寝れんな。あと <laughs> <laughs> で行くで待っとって。<laughs> かわいいな。今日ね夕方ね、寝ちゃったんでね、うん、なかなか寝れわかりますわかります。ありますよね。うん、そうそう。そうそう。そうやってね。 あのやっぱりね、この A さんの方はね、あのお客さんが来るでしょ、こう、はい、やって自分の前に座ってカットする前にね、例えば冷え性のお客さんが来てる場合、やっぱお客さんの特徴全部頭に入ってるから、はい、自分の技術を振る舞う前に、さっとさりげなく膝掛けかけるんですよねあ。ちょっとしたことですよ、ちょっとしたこと。だけど、ああ、私のこんなこと覚えてくれてるって。うん なってくほんならね、あの,あの会話、薄っぺらい会話するよりも、全然会話なき会話以上のコミュニケーションになってきたりするんですよね、時には。ああ、会話なき会話以上、ね、のコミュニケーションなるんですよ。<laughs> うん 大切だと思うんですね、そういうの。で、うん。だから、例えば飲み会とか行っても、みんな座敷上がった後に、みんな見てないとかやけど、さーってみんなの靴揃えてる同僚とか、おった素敵でしょ。めちゃくちゃ素敵でしょ。人の、ねうん、こう、<の>こうコートとか、こう、パッとかけてくれるらとか、ね。そうそう,そう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 。はい、うん。やっぱり素敵じゃないですか。そういったね、あの、もっと大事なところ、そうやって同じ言葉を使わないところでも、そういう、やっぱり普段から出てるんですよね。ねうん うん日常からってことですよね、うん。日常から出てるんですよね。でねえけど、その人気スタイリストさんなんかはけど、うんうん、どっちかやったらね、そんなおべっか使ったりとか苦手で、あんま言葉巧みに喋るの苦手なんですよ。で、私喋るのんなあ苦手やねんとか言って言うてて、逆にその苦手なのをちゃんとうまく利用してこう、うまいこと生かしてできんのが、その人でまた素晴らしくて、その分とことん聞き上手。あー うそう、相手の言葉に耳を傾けて、相手のこ、うん、心にちゃんと心寄り添って、しっかりと需要を共感してって、この人、カンセラーかなって思うぐらい、しっかりと相手の、うん,うん、うんうん、ならね、やっぱりねあ、私のこんな大切なこと覚えてくれてるって、そういうふうなこともね、重なってくると、しかもしっかり相手の話、聞き上手やから、相手の求めてることが分かるわけですよ。 だから、相手との,その求めるものとの,そのギャップが乖りがちっちゃいってことでしょ、しっかりと相手の求めてるところに構えたところにね、ねやっぱり掘ってる、うんはい、それからやっぱりね、信頼も人気もあるわけですよね。うん,うん,うん,うん。うん、けど、やっぱりね、よくね、そうやって私の得意はコミュニケーション上手ですとか、喋るのが上手なんですよっていう人もたくさんいる。<laughs> はい、それはそれで素晴らしいと思うけどやっぱりね、けど僕が僕の所感ですけど多くの人が出てしゃべる上手なのも素晴らしいけどやっぱりまずは相手の求めてるもの直接接客舞踊なんか特にそうですよね。しっかりと相手の話をちゃんと、あのー、耳も心もすべて傾けてしっかり聞いて,、はい、聞いて否定しないで聞けるような人ですよね。 やっぱりね、そうなるとこう自分自身の実力も人気も,ね,もうね、目に見えない部分で全部支えられて、やっぱり困った時も支えてもらえる、じゃあ自分自身が長く続け,て続けていけるような環境まで整ってくるんですよね。あんたに切ってもらいたいってなるからね。あなたにしてうんうん、うん なんでって日本全国にトヨペットとか何ぼほど営業所あるんですかって話でしょ。<laughs> うん。うだけど売ってるもん一緒でしょ。<laughs> はい。もちろん環境とかいろんな立地はあるかもしれんけど、やっぱり中にそういうスーパー営業マンがおったそこの営業所がガッて売れるわけで、あんたから買いたいねっていう人が。うん、はいはい。うん、特に家とか車って高額商品そうなりませんそうですね。人で買うてませ、ね、ん,うん、うん、営業マンがおるでしょ。 その人自身が商品であって。ああ、なるほど。確かに。高額商品こそそういうふうですよね。住宅とか。そうですね。この人やったら安心とか、その人それぞれ感じるものがいろいろあると思うんですけどね。そう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 。なるほどそうですね。そこが普段の間で、もっと突っ込んで聞いたんですよ。で、の普段のマインドの持ち方ですよね。 うん、心のど真ん中に何を大事にしてますかって。ほ、はいうんでは、ね、その方ね、あのー、結論から言うと、私が大事にしてるのは、うん、一期一会の心ですって言うんですよ。一期一会の心、うん、はい。<ー>で、この一期一会の心って何て言うんですか、うんまあ、太田た人とはこう一つのご縁があってとかっていうか、うん、あんまそんな深く考えないじゃないですか、普通ね。あ まあ多少仕事で関わる人とか、こちらがすごく重要だとか思ってないような、そうなんかこう言い方ですけど、方だと、なんか意識はあんましないかもしれない、ね。しないですよね。うん、けどね、その一期一会ってのは僕もね、日本文化好きなんで、はいその、その方の言う一期一会の意味っていうのがやっぱり分かるわけですよ。やっぱりこう目の前に いたお客さん特にそうやって長年もうベテランキャリアも積んでる人やから毎日同じことやってるしついつい作業になりがちな時あるでしょ、うん、ああなるほどなるほど、うん、けどそうではなく目の前にいる人が今日も五体満足それは自分も一緒やけど明日またここでこうやって普通に、はいうん、できてるかどうかわからないってことですよ、うん、人生って。うんうんうん おはよう、お休みいただきます。ごちそうさま、行ってきます。ただいまっていう、これがどんだけ尊いかっていうところに気づいてる人。ああ、この、うん、本当に日常のいわゆる当たり前っていうところに。僕らが思う当たり前に感謝です、ね、なるほど。ゃあね、目の前にいる人を例えばカットして、この人をカットして、これがもし最後になっても絶対に後悔せえへんっていう思いを持って毎日やってるんですよ。うんうん あなるほど。これが最後にあっても、例えばうう、ね、僕も知り合いの話とかでね、ほか、うん、の,の人やけど、学生の時にね、あの親父と喧嘩して、親父が仕事行く前にね、はい、朝喧嘩して、このクソ親父がもうお前みたいな親父死んでまえって、やっぱ若い頃やから言うわけですよ、生きよい,くいし、生きは,は,は,はい。で、親父も、な、うんや、このドラ息子みたいな感じで、まあ、し仕事行って、うわって仕事行ってんけど、ほんまに交通事故で亡なくなった。うんうん あーなるほど、うんうんうん、そんな一生引きずるじゃないですかそんなねうん、そうですねうそんなんか最後やって分かってた誰もその子もこのクセ親父とか死んだまなんか絶対言わないうん、うん、そんなうんうううん、うんそやけどやっぱりねそうやって最後になってしまったっけどやっぱりねだんだんそうやって僕らみたいなこう年齢になったら死に別れもやっぱり結構経験していくじゃないですかはい、はい、いマウさんでも僕とかでもうん、うん、はい、うん そうなるとねやっぱりこう日常のこの尊さっていうのが特にこうやって日本なんかほんまありがたくてやっぱし、うん、そこに思いを寄せるとねその一人一人にそういうマインドで接してるってそれはそれ毎日積み重ねていったら全然さ出てきますよね手元で1ミ,リ1ミリずれるだけで10メーター先でこれ何センチずれてるんですかって話だし もうこれ、摂理なんですよ。こうあるものをこうやって手放離したら落ちたって、うん。これ落ちますよ、はい、見たとくださいね、落ちますよって、別にこれ僕、予言者でもなんでもないじゃないですか。<laughs> うん、もう心理、摂理なんですよ。そうなるんですよね。ううううんんんんじゃあ、もうね、やっぱりなるようにちゃんとなってて、この世の中は。うん,うんせやからね、そうやってなってるんですよ、その人たちはね。ああ、なるほどですね。 そこに思いをいったら、あの幸せからスタートできるでしょう。うん。そういうことですね。この、はい、もう当たり前ではなくてその当たり前はいかにこう尊いことか幸せなことがありがたいことかっていうところに気づけるので、はい。うんはい、もうすべてがもう言っちゃえばもう幸せからスタートっていうのはそういう意味っていうことですよね。 自分もそのゲシュタルト心理学とかをこう講座で言うときあるんやけど、はい、僕の場合は基本は勝手にゲシュタルト心理学でも感謝のゲシュタルトっていう形でやるんですよ。う感謝のゲシュタでねそこで僕の過去のいろんなエピソード喋っててやっぱり感謝が根幹にあったら。 その感謝を持って万事の源となすって言って、僕、吉田松陰好きなんで、吉田松陰の心、はい、そうそう、うん、志を立てて持って万事の源となすっていう言葉をもじってですけどね、感謝を持って、はい、まあ、持ってっていうのは違う意味になるんですけど、まあまあ、感謝を持ってね、うん、万事の源となすっていうふうに言葉をもじってやったりとかしてるんですけど、はい、まあ、もちろんけど、感謝を押し付けするつもりもないんですよ。ただ、ちょっとしたヒントでね、うん、まあまあ、 講座ではあの手この手でこういろんなエピソードで伝えててうんやっぱりそこに気づくと幸せになるとか幸せになりたいっていう発想よりももっと肯定的うん、うん、もう今すでにあるって僕ら寝てる間ひろさんとかもこの間言ってたと思うんですよ寝てる間にでもトク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 とトクトク ずっとこ心臓動,動いてくれて、ヒロさんじゃないか、ごめんなさい、僕もいろんな人のあの勉強会も行って、いろんな人喋ってるから、こう、寝てる間も文句言わんとずっと心臓動いてくれてるですよ。これ誰の計らいですか僕ら生きてるんじゃないですよ。生かしていただいてるんですよ。うんうん、勝手になく、息は僕の意思で止めれますわ。マウさんの意思で30秒ほだと声円を止めれます。はい、けどね、 止めれない部分もあるんですよ、血液の流れとか。うん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 。確かに確かに。かに止めれませんもんね<う>。これは生かしていただいてるんです。<laughs> せやからこそ生きるんですよ。ね、教育できれなかった、たまらなく教育きたかった人もたくさんいるんやし、やっぱりせやからこそね、幸せやって。そこに気づきがあったら、やっぱりこうもう今すでにめちゃめちゃありがたいやん。 何億出してでもこんな変われへんもんや。そうですよねそっから始まれば、うん、もうすでに幸せからありがたい幸せ感じてるよから始まったらいいんですよね。うん、なんでって幸せになるって言ったらないとこ見てるから。 今幸せじゃないっていうところがありますそ<う>。うすね、そうそう。うんうん、でね、今幸せじゃないって感じてても、もちろんそうやって感じる人もいて当然やし、しゃあない。僕もそんな時あった。そこをね、いかにねこうどういう、僕らの関わり方ですよね、そうやってそこをやっぱりこういろんな意味で自分自身で、あっって思う瞬間に出会ってもらうのが、うんそうそう。 そのね、やっぱりね、そういうカウンセラーとしてのこう仕事って、そ子供とかと関わってると、ほんまにね、はい、もうほんま、うちの子なんかも僕、ずっともう天才、天才言って育ててるから、<laughs> うん、そうそう、だもうこの間も、あの息子、まあ、この間ね、3月で5歳になったんですけど、まだ4歳の時かな。 僕はもう teach、うん、っていう答えを教えるようなものではなく、やっぱり問いかけていくんで、コーチ的な関わり方そうで。自分で考えて自分で行動するっていうふうなきっかけ、考える、うん、学ぶ機会を奪わないように。ううううん、うん、うん、うん だからねけどね、たまにね、ちょっと難しい問題出しすぎてしまって、もうあのー、<laughs> そうそう、ちょっと失敗したなって思うときあるけど、だからその場合でもね、うちの4歳の長男はもう、けどまだ俺より上手いって、うーん、とうんトトの言ってること、うーん、ちょっと何言ってるか分かれへんな、分かれへんけど、とりあえずヒロ君が天才やっていうのは分かってるとか言て <laughs>、うん。そう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 。 お子さんっておいくつでしたっけ？その時四歳ですね。今五歳になったところですね。でも四歳のお子さんでそんそのお答えは秀逸ですね。めっちゃ面白いでしょ。可哀想でしょ。いや。でねまああのこれこの間僕 YouTube ちゃう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 え f a c e b o o にブログアメブロ貼り付けてこれこのストーリー書いたんですけどあの えっとね、うちの下はまだ2歳なんで、上が4歳やったときに、保育園朝送るときに、一緒に手ースいでね、2>, うん、2人こうやって手ースいで歩いてるときに、まあ、下の子は、ね、まだ2歳やから、はい、あれ何とかこれ何って、うん、あれ天井やでって、これ自転車やでまあそんな感じですけど、やっぱ上の4歳になるでしょう。えー、質問の質が変わるんですよ。質問の質が変わる。びっくりしたんですけど、僕も。 あえてエレベーターばって入った時にエレベーターの中に手すりあるでしょで身体障害者がマークを書いて。ほんでその手すりを見て4歳の長男は「この手すりは何のためにあるの?」って聞いてきたんですよ。お<ー>うん、いやいい質問やなー言うて。けどここでね やっぱり、大概の親がもったいないことしてしまうのは、もうう答え言ってしまうんですようんうん、うん、あ確かに、僕も言い,いそうですもんあ、これはねって言って。っそ <laughs> 手すりって言って、こうやって掴むねんとか、うん、いや、間違ってない、全然いい、全然いいですよ、実際手すりですから、実際手すりですから、けど、自分の場合、ちょっとね、もしあの参考になれば嬉しいなって思って、であの、例えばやけど、僕の場合は、あえて分かってて、もう一回問題なじことあの、鏡のように映し,し出すようにね、受け止める。 な何のためにあると思うって、あえて。<ー> と何のためにあるの何のためにあるいい質問やなと思って、うん、この手すり何のためにあると思うってあえてもう一回帰っそこでうーんって考えるうんってそっかひろくんそれだこの間こけて足あっしゃすりむいて痛い痛い,たいた言ってたなって、うん、で一回ちょっとそこで片足で一回立ってみ片足で立ってみこの間怪我したほう上げてみってやってビーって立って瞬間こうバランス崩して手すりパッて持ったんですよ<ー>、うん、ほんで手すり持った瞬間なんて言ったか どうって僕が聞いたんですよ。手すり持ったから。どうって聞いたんでうん。手すりって優しいって言ったんですよ。いい答えですね。素晴らしい。すごい、すごい。こんな答え僕にも引き出せなかった。僕、ひょっとして手すり言うて終わってたかもしれん。けど、彼の中から引き出したのが、手すりって優しい。手すりって優しい。うわ。なんか、すっごいなんか今。 目からうら鱗みたいな僕も学んだみたいな、そや、ほんで、障害者のマークが書いてたりとか、あと、ほんだお年寄り、おじいちゃん、おばあちゃんとかで、例えばうちとこのお塩のばあちゃんみたいな、そうやって足が不自由で歩かれへん人おるやろって、こうやって来たらどうなるってやったら、パってまた持って、そのおばあちゃんに疑似体験してるんですよね、息子も。パって持って、もう一回、うん。 手すりって優しいって言うから、例えば、チーンあえてばって出ながら、せやろって、手すりって優しさなんや、言うて <laughs>、うん。<laughs> うん。そやからね、作ってる人も同じなんですよ。手すりを作ってるって思ったら、ただの作業になる。流れ作業、ウィーンって流れてきて、その材料取ない、こ、うんなに。<laughs> けど、その奥にはこんな優しさがあるんや。これ持って、ありがとうって。 もうみんな慣れてもと思えへんかもしれんけど、自然に人の役に立ってる。それが仕事の本質。うん、何万業種ってこの世には仕事ある面、うん、打つ人、うん、ら時計作ってる人もおるし、うん、エステしてる人もおるし、カウンセラーもおるし。うんうん、何万業種って仕事ってあるけど、本質はありがとうなんですよ、うん。たった一個しかないんですよ。それがお金になってるっていう。喜ばれてる。うん。そからね、息子の言うね。 手すりって優しいが僕の中では息子から教えてもらった最高のほんじゃ自分で考えて自分で答え出してるからはい息子も納得するでしょそうですねもう、うん、<laughs> ほほほほほすごい <laughs> そういう関わり方を僕はねしていっててでこういう関わり方をねもっともっと広くで僕が何、あのー、て言うかな キャリアコンサルタントとして企業訪問した、はい、もうみんなうん、うん、ね、もう最近親子ぐらい年離れてる頃やけど、やっぱりある程度年齢いってる人たちやから、はい、僕はもっとこれを機会に、もう幼少期、もう保育園とか、で、小学生とか、そういった人たちに、このまんまこうね、もう使ってるプログラムをちょっと、あのー、編集したりブラッシュアップはするんですけど、はい、あのー、うんうん、あと学校、 行けなくて登校拒否してる人たちとかね、そこの行き場所とかであったりとかっていうので、6月15日、はい、法人たちあげんですよ。ああ<ー>、うん、そうなんですね。はい。まあ、フリースクール的なんですね。で、多分親御さんも心配してたりすると思うし、その親もそう、親御さん、息子さんも、も、まあ、娘さん、うんうん、あとは家族、で、また家族同士。 っていううなね、行き場所アメリカの大学の、ね、統計で、えー、っとこういうデータがあるんですよ。えーはい、例えば、それを、ね、何千人という被験者、それを何十年追跡した、ちゃんと科学的にある程度根拠のあるデータで、例えば子供の頃にお父さん、お母さん、誰でもいい、大人に夢語って否定された、もしくは血つながってないけど、 親でもいいし血つながってない近所のタバコ屋のおっちゃん、八百屋のおばちゃん、誰でもいい。うん、そっか、って、ちゃんと受け止めて、うん、何々になりたいんや、何々ちゃんはって言ってくれる大人の一人でもいいから、はい、そういう人と接した人、うん、その後、追跡調査何十年もしたら、ちゃんと受け止めてくれた、うん、大人が一人でもいいからいたら、うん、その後自殺する確率がぐんと減るんですよ。あーそうなんですね。実際データにあるんですよ、うそうやって。 なるるほど、はい、そういういデータがあるんですねそ<う>うだからね行き場を困ったんやったら俺らがおるでっていつでもおいでって、うん、俺らは見放さへんからって俺らがここにおるよってね言えるような場所それを作るでこういう関わり方のそういうなんていうかな、あのー、こともちゃんと伝えていってで資格も作って。 うん、でねやっぱりこうまずこのような一番小さな団体とかっていうのはやっぱり単位っていうのは家族夫婦であったりとかね子供お子さんがいてっていう家族でやっぱりこの家族がね素敵なねこう生き生きとしたね家族でそれがこう水の波紋のようにこう混じり合っていけばその豊かな中隊が地域を作るでしょう豊かな地域またその豊かな地域がたくさん集まっていずれ日本っていう風なね全体的にうん で僕もやっぱり日本文化っていうのがもっともっとこう絶対これはストレートはもったいないって思うようなねうん、あのー、大切な文化ってたくさんあるし、あのアインシュタインが、アインシュタインがち、あ、はい、かり1ち日ちはやったからね、どうか日本の皆さん、欧米にこれ以上染まらないでくださいって言って言葉残してるぐらい、日本には素敵な文化たくさんあるんで, <laughs> そうですね、はいえー。それ初めて知りました、その言葉は。世界中で一国一文明って言わさしめるのも、これ日本しかないんで。 やっぱりね、尊い、尊さもたくさんあるんで、もちろん日本もね、あの問題は山積ですけど、うん、このように完璧な国とか、完璧な人間、そんなんないんで、うん、花から別にね、前提としてそうやって、そんなん完璧なんか求めたら、やっぱりしんどくなるし、僕ら、やっぱりこうやって先人からこうずっとつないでいただいたから、それをどういうふうにつないでいくかが大事じゃないですか。はは、うん、はいはい、はい でそんな中で、やっぱり子供の幼少期の時にそういういろんな、ね、関わり方っていうのをね、やっとったら、今度彼らが大人になっていくと、うんうん、もう僕カウンセラーやってるけど、うん、カウンセラーなくなったらいいと思ってるんで。うん、なるほど。そうなんですよ。で、やっぱりね、当たり前じゃないっていうか、その、やっぱりね、僕、小学校の時にね、実つけと、近所の,あの2個上のね、子ここであの、先天性の脳性麻痺のね、 男の子がいて、でも今となっては本当に申し訳ないんですけどね、そういう脳性まひの子がいけど、僕もまだ小学校2、3年やったかな、うん、ちょっとね、こう棒でつっついたり、ほっぺたつねったりとかして、泣かしてもうたことあったんですよ。でね、そこのお母さんにもめっちゃめちゃ怒られたんですけどね、もううちの子に構まわないでって言って、怒られたこともあるけどあの、ある日ね、こうまあ、小学校の時はし、僕もこう、箸返し、わーってやってくる。 パって飛び出した瞬間、車ききききききて、ほんでもう歓一発助かったんやけど、こらほならーって運転手に猛気をこらえた時に、そのババって誰かが駆けつけてきてくれて、すいません、すいませんごめんなさい、すいませんって言ってずっと謝ってくれてる人がいて、恐る恐るそのおばちゃんの顔こう見上げたら、あ、まるまるこのお母さんや、その僕がちょっとね、こう悪さしてやったその障害を持った男の子のお母さんやって、はいはい、そうやってね。 あの優しいお母さんなんですよ。そうやって自分の息子をね、そうやって傷つけたようなことある子でも、うん、そうやってね、助けて、で、ブーンって車行ったあと、僕のほばーって思って、はあ、はあ、びっくりした、言うて、<ー>おばちゃん、ほんまびっくりしたって、ねうん、あんたに万が一のことあったらどうすんのあんたな、そんだけせっかく5体満足に産んでもうた、あんたの体、うん、もう死なんかあったらどうする、お父さん、お母さん。 ほんまに悲しむで、ああ、よかった、とりあえずよかった、って言って、あんたなって、そうやってなって、健康に過ごせてんのは当たり前ないんやで、って、うん。もうおばちゃん目真っ赤にしながら僕にね、で、あんたうちの子知ってるやろって。うん、知ってるおばちゃんって。当たり前ないんやでって、おばちゃんはなって、ああやってね、あの子は体も弱いしって。 毎日寝るときに明日、明日またこの子と会えるんかなって。明日もまた目覚めたこの子と会えるんかな。うん、そんなこと思ってるんやで、毎日って。あんたなって。うん、うん。けどな、おばあちゃんは絶対諦めへんって。あんなって。あんたみたいにどんだけ迷惑かけられても心配かけられても、そうやってあんたみたいに元気に走り回ってたら、あの子がもし走り回ってくれたら、 おばちゃんはそれでいいね。ってせやからおばちゃんな、うんうん、諦めへんねん。せやからって、もしあの子が、元気に、今よりももっともっと元気に走ったりとか、喋ったりって、もしできるようになったら、お願い、友達になったってくれへんかな。おはよう、おやすみいただきます。ごちそうさま、行ってきます。ただいま、たわいもない会話したいね、おばちゃん。その時は、頼むわ、お願いであんた。 もう下向きながらボロボロ泣きながらわかったおばちゃん、わかったおばちゃん、ごめんなおばちゃん、言いながらけどなあんたけどなあんたけど今のあの飛び出し方ないわ、お,あれもしおばちゃんが運転しってもおばちゃんがぶち揺ってるでほんま、<laughs> あ、ね、トロッーもっ、寝たらロったおいでー <laughs> ええ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 こええ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  てね、そのおばちゃんとね、こう、ひきこもごもね、笑ったり泣いたり、いろんなこと感じた、その瞬間、僕、その親子がもうめっちゃ気になって、意識するようになった。じゃあね、そのおばちゃん、うんうん、来る日も来る日も、毎日、毎日、そのゆっくりゆっくり、息子のそのペースに合わせて、手握って、一生懸命歩いてる。 毎日毎日来る日も来る日も何日も何十日も何百日も一緒に歩いたカンカンデリのいてつくような暑い日もねあカンカンに出ついた、ね、寒い日もね手りつくような暑い日もね、はい、けどまたねそよ風吹くもっちゃくちゃ心地よいちょうど今,よ今のような季節僕なんか田舎やったんで暑い道に咲くタンポポとか見つけたら二人でしゃがみ込んで触ったり触れたり話しかけて タンポポに話しかけたりしてね。で、また息子に優しく話しかける、そんなお母さんの姿僕何回も見たんですよね。うん、意識するようになったらそこに目が行くんで。で、また送り迎えしてからね、駅の方を歩いて行ったり。で、また夕方になって駅の方から歩いて行って、また息子。今思ったらおばあちゃん働きながらやったんかなって。うん。けどそうこうしてるうちにね、<laughs> おばちゃんは諦めへんかった。毎日毎日息子の手握って優しく体させて優しくかけてる。 ほんならね、彼がね中学年高学年になる頃にね奇跡が起こったんですよ。そこからおばちゃんの姿だんだん見えへんようになっていった田舎の長い通学路一人でゆっくり右行ったり左行ったりふらふらしないがらやけどね、うんうん、学校の往復一人でできるようになっていったんですよ。うん、おすごいでしょ。うんうん、でね、あのー、僕もねちょっと意を決してね彼が一人で帰る姿見て後ろから。うんうんうん ごめんってあの時はごめんってこうちょっとね、うん、こうほっぺた詰めたりとかそんなおかしたけど、うん、あの時はごめんなって言って後ろからついていってその子の姿を見ながらね一緒に歩いたいふーらふーらゆっくりゆっくり歩いてでまたねあぜ道差し掛かってねタンポン見たらタンポンの前しゃがみ込んでスーッと5分10分タンポン見つめてるんですよその子ほんで、うん、触ったりしながらだからねそのタンポンをね 彼の目に映ってるのはね、タンポコではなく、お母さんが映ってたんかなとかね、今となっては思うんですけどね<ー>、うん。そうやってね、していって、ほんまに言うてる間にね、もう小学校、うん、高学年になる頃には、こう、ドッジボールのコートの中でごまめやけど、こってみんな下投げとかするんやけど、その子、キャーってニコニコしながら、はいはい、そうやってゆっくりやけど、こうやって逃げたりとか、うん、そんなとこまでちゃんと成長して、 あのー、あ、車来た危ないとか言ったら、ちゃんとわまあ、まあ、どの口が言うてるんですかって言われそうやけど。<laughs> うん。うん。まけどね、ちゃんと自分自身の危機管理もある程度できるようになってきた。うん、ってことはお母さんの安心材料も増えてきた。でね、僕はね、それが、ついつい自分自身不条理に、もう自分自身がいっぱいで、もう自分に余裕なくなって子供に、 あかんなんでこんなこと言ってまうんやろこんな当たり方して,てまうんやろ多分ね、こう、お母さんとかでもそんなんで自分自身に責めてしまうお母さんいっぱいおると思うんですよ。うん。あってもしゃないと思うんですよ。殴られた痛いのと一緒。イラッとしたら腹立つ。それもある。ただね、その後が大事。しっかりとぎゅっと子供を抱きしめるとかね、そういうフォローをして。うん。ほんで、あの、僕の場合ね、そのね、おばちゃんにね、 五体満足は当たり前なんやでって、今だにこの辺から言われてるような気がするんですよね。せやから僕の都合では子供には怒らんとこって決めたんですよ。僕の都合や僕の勝手では絶対に子供は叱らん。今どんだけ僕がイライラして、なんでお前わがままで言うこと聞いてくれへんっておもようなことあっても、しかとそれを味わえよと。んあんたそんな感情すら味わえるんやって、羨ましいなってそのおばちゃんに言われてるような気がするんですよ。 いやーなるほど。<laughs> うわぁ<ー>。いいやん。そう,んね、そう。うんうん、いいやん。あんたそんな感じを味わえるんやって。うんうん、子供が言うこと聞いてくれ。いいな。いいな。私もそんな感じを味わいたい。元気なんやろって。うん,うんうんうん。だからね、僕らの夫婦のなんかこうルーチンのようになってるのが、あのー、まあ、ね、ちょっと時間もだいぶね、押してきたんで、あれですけど、あの、なんていうんですか。 まず子供が言葉分からへん状態っていうかまずこう妻が見守った時っていうのも言葉多分分かれへんやろうと物理的な考えやったらそうなるんですけど一切そういう考えを持たずにあのずっと僕ら二人で喋りかけてたんですよ、うん、お腹かが赤ちゃんう、うん、であの妻と話し合ってこう妻もあのー えっと出産に立ち会っていいあ、立ち会ってって言ってくれたし、僕も立ち会いたいっていう、お互いの思いが一緒やったから、立ち会わしてもらって、そこで命の尊さっていうのをやっぱり感じて、命がけで母親は産んでんやなっていうね、母親とか女性のその、なんていうのかな、やっぱり土台じゃないですか、始まるってね、女らへに大って書くし、母感とか大事な、これ、不感とか言わないですね、母感、あそうそう、やっぱ母の感、うん、とか。 母なる大地とかってね、やっぱりに昔のね、人たちも知ってるんですよ。母は偉大だ、女性は偉大だっていう、うん。それでね、やっぱりね、そっから僕らはもう当たり前じゃない。特にまあ、あの、前ね、僕、マ央さんにお話しさせていただいたけど、はいうん、うちの母親もね、半身不随やし、そうなんもあってで、ね、そのね、当たり前じゃないんだっていうところに気づくと、やっぱり、その関わり方、 もうまず子供が赤ちゃんの時ってやられたと思うんですけどお風呂入れる時こう頭のとこ,こう耳ねこうやってやるでしょやりますね。洗うじゃないですか。でその時にあのまだそれぐらいの子供やったら言葉は分かれへんけどやっぱりしっかりとしかもよちよち言葉は絶対使わないもう普通に大人の言葉で。うん、で今日も元気でありがとう言いながらね。 愛してるよー言いながら、ててさんありがとう、あシさんありがとう、っておなかさん、頭さんありがとうって言いながら、ずーっとそんなやって毎日過ごしたんですよ。はい、うん、なるほど。うん、うん。だからね、うちの長男も、せやな、2歳、3歳になる頃には、うん、一緒に風呂入ってても、僕がこう頭洗ってる頃には、ピューって僕の後ろ回ってきて、僕の背中こうやってさすりながら、とと、はい、今日も元気でありがとうって言ってくれるより。うんうん で、そのまま今度寝るときも、今日も先もそうやったんですけどね、あのー、なんていうかな、もうルーチンですよね。こう、長男のヒロ君、ヒロ君、今日も元気でありがとうって。うん。愛してるよって、うん、おやすみって。トト、元気でありがとう、おやすみ。って。だから、かか、いつもありがとう、おやすみって言ってるんですよ。<ー>もう2歳の次男も、トト、元気でありがとう。うん、大好き、おやすみ。とか、愛してる、おやすみ。とか で「かか愛してるおやすみ」とかもうね口癖がそれになってるからすごいですよ2歳の字なんかって変わんないやったら普通におもちゃで帰って遊んでて、えー、普通やったらこう独り言なんか言う,言うても、あのー「走る走る働く車」とかそうなんやったら分かるんですよ。この間もめっちゃシーンとしてめっちゃ集中してブロック拾ってるな思ったら2歳の息子が急に。うんうん カカ大好きとか言って。もう、口癖がカカ大好きとか愛してるとかね。いつもありがとうとかね。んで、2歳やけど、次男はね、すごいところはね、僕らが玄関行ったら、お兄ちゃん大好きっ子やから、まずお兄ちゃんの靴出したいとかね。どーんと、とか言って。へそうなんですね。買い物行って家着いても、みんなの靴入れる。ちゃんとね、こう。 パカって開けて、こう、ちゃんと入れたりとかして、はい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 、うんうんうん、履物揃えたりとかね。二歳ですよ。すごいですね。履物揃うと、心が揃う。心が揃うと、履物揃うなんてね、やっぱ言いますしね。うん、そうやってね、あのー、すっごく嬉しいですよね。やっぱり長男のこと大好きで、もうなんぼ泣かされても長男のことが好きで、それが長男の真似ばっかりするんですよね。<laughs> で、長男はもう生まれて物心ついた時からずっと僕のマネばっかりするんですよ。うん、ああ、なるほど、なるほど。もうお父さん大好きですね。まあ、<う>大好きなんですよ。大好きです、ね。けどいざっていう時はやっぱりお母さんだね。うん。もうお母さんにはやっぱね、うん。もうそれは別に言い悪いとか勝ち負けるとか全然関係なく、僕もそれでいててほしいし。うん。でね、そうやってあのー、やっぱりね、長男とかでもね、 あの僕なんかより全然成長が早くて僕なんかやっぱりアホやから自分自身ほんまにね昔もやっぱり結構まあまあこうあのー、トッぽいところもあったんで、うん、あれやけど、うんうん、けどやっぱりねその母親、まあ、恥ずかしい男のもんってすごい照れるんで何ていうんですかうん、うん、なかなかねこう母親に対しての感謝とか素直に言えないじゃないですか。うんとちょっと恥ずか,恥ずかしい ね、恥ずかしいいじゃないですやっぱねうちの母親が死にかけてかろうじて生きかけやっと生かしてこのようにねけど最初はねずっとごめんなごめんなばっかり言いながらねもうごめんななんか言わんといてとか言いながらこうねやっぱり母親がダンスあるで危ないでとかってこうやって手持って一緒に歩いてその時に俺は母親がこんな死ぬか生きるかになって片場 かかんのかな今、うん、半身不随になるまで俺は母親の手握れへんかったな何してたんやとか思ってうんでやっぱそうやってね息子のおむつ替えたりとかねそうやってするたんびにこの母親の手握ってこの手で何回も何十回も何百回も数え切られへんぐらいおむつ替えてくれたんやなとかってやっぱそ,もうそんな俺はアホやから何でもっと早く気づかへんかったんやろ。 でね、こう息子とか可愛いとかでギューっとかやってる時に昔の記憶とかブワッとよみがえって、わ、おかんにってこの手握りながら、この手で何回も抱っこされておかん、こう、そういった、ああ、こうやって、こんなことやってくれてたって、数え切られへんぐらいやってくれてたって、めちゃくちゃ俺は愛されてたんや。うんうん、で、おかんがそうやって靴もね、履かれへんからおかんの靴履く時に初めて母親の足の裏とか触ったりして。うんうん ぽろっぽろにくたびれた足の裏をね、見て、あ母親の足の裏って、母親の体重だけではなく、もううちの家全部支えてくれてたんやなって考えたら、朝から晩まで、パーと行ってはって、うん、みんなにご飯作ってはって、皿汚されて、汚された皿また洗い物して,てさ、もう真冬には外の、なんちゅうんかな、そうやって。 洗濯物取り入れて、どんな、いつもどんなこと考えとったんやろ。どんな思いでこうやって毎日毎日、いろんなことやってくれとったんやろ。そうやったけど、愛してくれてたんやな,なって、もうそれしかないわって、やっぱそうやって思うんですよ。ならね、やっぱりもう昔は恐れた夢とか語ったりとかしてたけど、もう今はね、おはよう、おやすみ、行ってきます、ごちそうさま。い,いただきます、ごちそうさまって。行って帰ってきますっていう意味が行ってきますやし。 昔はね片道切符で行きますって言って日本家族みんなをね尊い命を守るために旅立ってくれた人たちもいたしやっぱりねこう尊いというかねそのとんだけこの目の前にあるささやかなことでもこうありがたさとか幸せ感じれるあの、うん、でそうやってねこう母親とかでもそうやって。 やっぱり体が不自由になってとかね生きるか死ぬかってなるとやっぱりもうずっと母親もごめんなごめんなってばっかり言ってたけどうちの孫を連れて行って、ね、子供を連れて行った時に初めてありがとう何変わってそっから母親の表情も全部変わっていったんですよああそうなんですね、うん、生きがいとかにもなってくるじゃないですかでね実はっそうやってやってる時に もうあるきっかけがあったっていうのは、母親が認知症が始まったんですよね。ああ、そうなんですね。で、この認知症がひどくなる前に、自分自身の気持ち伝えとかと、俺は絶対に後悔するとか思って、まあ結局自分のためかもしれんけど、で、そうやって、その年の、あの、年明けた時に、今年の誕生日、うん、俺絶対にある言葉伝えようみたいな。 で、多分こういう爆上げサロンの人たちやったらもうね、そういう精神性高く、もう志してる人たちやから、もう何を僕が言いたいかっていうのはもうおそらく察してくれてると思いまうんで、う、す、ん。で、その言葉、けど男って意外と照れ臭く,くてうん、うんで、自分もそうやけど、母親がそんなね、認知症とかならんと、 そこまでいかんとそういう言葉余裕わんかったんかなって思うとね、なんかちょっと恥ずかしさ、な情けなさとかあるんやけど、まあけど、ちゃんとね、うん、実行に移すっていうのが大事なんで、その年、何年前やったかな、そうやってやって、で、僕の誕生日に来た時に母親を誘って、はいじゃ、ごちそうさまでした後に、まあちょっと照れくさかったんですけど、あのもまたった一言ですけどね、産んでくれてありがとう、ありがとうございますって。 育てててくれてありがとう,うだからね、僕の言葉はやっぱかろうじて届いたみたいで、うんうん、意味がちゃんと分かってくれたみたいで、天井の方をこみ上げて、すごく目真っ赤にしながら、も僕も先度さんざん心配かけてきたしね、母親も。うん、だからこう、すごく赤くして、深くこう、うなずいてくれて。で 嬉しいけどなって、あとはそういう思いをあんたのかわいい子供に返してかえ、うん、子供にまたやってあげてなって言ってくれて。うん、ああそうなんですね。うん、じゃあ、親は思う心に勝る親心ですよね。うん,う,んう,んうん。ケフの訪れなと聞くらん。ねうんうん、そんなのあってる。で、その年に秋に家族旅行行った時に、長男と一緒に風呂入ってる時に、長男が、 突然ポロッと僕に、トトー、ヒロんな、トトみたいな大人になるねんって言ってくれて<ー>、まあ、え、トトみたいな大人になの急にそんなん言うから、ちょっと照れくさいのもあったんですけど、えぇ、ー。で、まあ、風呂出て、いいねうん、そうそうそう、そう、素敵でしょ。うん、で、風呂出てね、なんやかんやしながらこう、妻と二人になったときに、あのーまあ、嫁はんにね、さっきヒロん急にこんなん言い出して、てで、俺、今年、母親にしたって言ってるやんか。うんうん 多分、ヒロー君も大人だったら、いや、どのタイミングか分からないけど、椅子で必ず過去に産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとうって。ねえ、やっぱ命がけやから産むって。特、うんね、にうち遅かった。特にうちなんか遅かったし、うん、もう、陣痛とかあ来て、それで病院行ってとかってもう24時間以上かかってるし、僕も目の当たりにしてるし、 せやからね、そうやって言ってくれるで、とか言って言ったら、妻はね、うん、それめっちゃ嬉しいけど、ただもう、ひたすら、もう五体満足で言っててくれるって、それだけで十分って、うん,う,んうん、<laughs> 言うてて。うん,う,んうん、うん、うん。せやんなって、せやんなって。うん、余計なこと言ってもらったら、ごめん、ごめん、せやんなって、毎日、お前できてくれてありがとう。今日も一日で元気でありがとうって。ててさんありがとう。あしんありがとう。って、もうこれはもう、ルーチンのようにやってるんで、毎日。 ほんだらもうそうやって、うんなんも僕らは構成合わせなんか教えてないけど、うんとといつも元気でありがとうって、かか愛してるって書いて、うんうん、そうやって気ぃついたらもうカって見て、<laughs> 最高、寝る瞬間までそんなこと言ってたら、いって決まるじゃないですか本当ですよね、もう、うん、もうなんだろう、もう、なんて言ったらいいんだろう、なんて言わい,いんだろうっていうか。<laughs> うん なんか本当にこのもう生きてるだけで本当にありがとうなんだなって思いましたも本当にこの、ね、いわゆるそのねこ生きてたらこう、ね、嫌なこととかもいろいろあるじゃないですか、うん、苦しい時とかもねでさっきの話が出た通り,りだけどある意味それを苦しめる苦しむことができる悩むことができる。はいはい もうこれすらも本当に当たり前じゃない。はいうん、これすらも本当に、あのー、本当にありがたいことなんだな。感謝生かされてるんだな。からこそ悩んだり苦しんだりできるんだなって思いましたね。もうそう考えるともう本当に、ね、この今先ほどお話でも何回でも出てきてる通り、ね、おはようありがとう行ってきます。 ね、ごちそうさま、うん、ただいまっていう当たり前の日常のことを言えることが、うんまあ、いかにこのありがたいもう当たり前じゃないんだと尊<う>、うん、い,、ね、ということか尊いことかっていうのがわかるし、うん、あとね今日は何だろうこう本当はパパーズビーアンビシャスなんですけど、うん、<laughs> なんかこう人としてか父親とかじゃなくてもう人としてこうまあ この生きていくっていうところの、まあ、根本をちょっと今日、ね、すごい伺うことができたなってすごく僕自身めちゃめちゃ勉強させていただきました。ありがとうございや恐縮です。いやもうけど普段んほんまめちゃめちゃアホなことばっかり言うてんですよ。もう普段はほんまにもうアホなことばっかり言うてんですよ。あのー、あのー、人前立つ時とかでもアイスブレイクってあるじゃないですか。はいはいはい。そんなもう1分から3分ぐらいのね間とかもなるべくこう。 あっためたいからこうね。まあ、滑ったらほんま怖いですけど、せけど、せるけどでこう、まあほんなことばっかり言うたりね、しながらね。うん、は,いはいはいはい。まあけども、うん、やっぱりね、うん、なんかそのマウさんのその最後ね、こう、うん、ほんまにこう、 まとめ方っていうか、そうやって聞いてても、なんかこう、真央さんもすごくこう、目頭を赤くしながら言ってくれるから、なんかこっちまで、なんか、目頭が熱くなってきて、<laughs> もう、<laughs> もうこの夜中にこんなに、あの、うるうるするとは思いませんでした。<laughs> <laughs> いや、そんなつもりなかったんですけどね、今日はもう、なんか、正直、ほんまにね、あのー、パソコンの前に、本当に、こう、ノートを置いてて、ああ、はいはいはい。全、ええ、く白紙でしょ はいうん、本当は僕もこうパパーズビーアンビシャスすごい楽しみにしててだいたい流れとか書いとこうかなって準備ちゃんとやっぱり仕事ね8分段取りとか行って、はい、ちゃんとしとかなあかん思ったんやけどやっぱりそこまでそうけどね見ての通り白紙で何もやってなかったんで <laughs> あのほんまに何て言うやちょっと昨日蒸すことって終ってなかったんでもう、はい、興奮して僕の顔して一緒にこう寝ていくまでの時間もすごいかかって。 もう僕もこう抱きしめたまま、なかなか離れへんかったからの、ね、一緒に寝ながらね、そう今日もありがとうっていうね、そういううちにしてから。そんで、ほんまにもうパソコンの前来た三3分前やったんで、その言い訳とかじゃないんですよ。えー、だからね、ほんま今日自分自身も何を喋るかとか、全く考えてなくて、ほんまやったら、もっとねこう、アホなこといっぱい喋りたかったんですけど、<laughs> うん、そうそう、ほんまに。 こんなこともういっぱい喋りたかったんですけど。ちょっとね、なんかちょっと真面目なことばっかり言うてしもたかなとか。いや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 。じゃ、あ次回はぜひその、あ、アホなこと、をぜひいっぱい。もうアホなこと、もうアなこととか、エロいこととかばっかり。いいっすね。いや、でも、本当にね、あの、もう僕も聞きちゃって、実はですね、あの。もうコメントがね、めちゃめちゃ。 いてるんですよそうなんですか僕こっち見えないですよね僕の方らですよねそうなんですよ。で、もう実はコメントいただいたんですけど、僕があまりにもね、あの、お話に聞きすぎてですね、ごめん、コメント、全然。まあ確かに、確かに、話切ってまうとかね、いろいろ僕のことも考えてくれはったと思いますええ、ちょっとほんじゃ、あれですよね、そこの最後コメントのあれで。 そうですね、ちょっとコメントをですね、ちょっとパパとのね、最後ね、読み上げていきたいと思います。ありがとうございます。今ね、4名の方がですね、ご覧になっています。ありがとうございます。おそくに、お遅くに、ありがとうございます。まずはですね、しずるさんがですね、最初に、あの、最初にもうシェアしてきましたということでね、この、この、 <laughs> あの本当に応援ば応援本当にしてくださる方なんでしずるさんってありがとうございますしずるさん、ね、またちょっと時間にお会いできる機会すごくまたね楽しみにしてますはい、はい、ありがとうございます、はい、であとはねあのし塩澤正明さん「まちゃまちゃ」「おはようございます」ってて。<laughs> <laughs> なんかカバのものまねするんですかとかね、まあ、いろいろありますね <laughs> では、うん、山か、ね、さんガガさんもね見てますっていう風で,、はい、でありがとうございます、はい、ガガさんありがとうございますうちの子かと思って焦ったっていうのはなあれかなあの多分僕の子,子供がさっき来て寝れないって言った時かな <laughs> なるほどなるほどはいあのちょっとあの、うん、妻が もう寝かせてくれて、あのね、ちょっと明日ぐらいにちょっとありがとうって <laughs> あり言おう,う, <laughs> うと思うんですよね。はい、あ,とですねあとはあのその、クラさんのジャッジしないっていう言葉ですね。あジャッジしないって、はいう言葉にね、共感していただいているコメントとかですね。 そうかマッチャさんがジャッジしないっていう、うん、カウンセラーはジャッジしないっていう言葉ですよね。けどね、うん、このジャッジしないってあるじゃないですか。僕が教わったのはその人間を裁けるのは天のみだと。人間が人を裁いたらいかんって。 っていうのは、すべて吐いた言葉もやった行為も全部自分に戻ってくるっていう話なんです、はいはい,はい,はい。だから、さばい,い,、はい、いたらさばかれるってことなんですよ、ねうん。なるほど。うんうん、僕も人生うまくいってなかった時考えたら人さばいてたような気がするんですよ。いちいち人評価して、あいつはこうだなとか。うんうん、はいはいはい。うん。だからうまくいかなかったと思いますよね。っと、うん、今はもっともっと、うん、意識してますね。それでもまだまだ未熟で、うん、心のどっかでうん、うん、あって。 うん、自分自身に注意するときありますけどね。うん、はい。うんうんうん。そうですね。加賀さんが自分が整っている大事ですねっていうところでね、うんうん。確かに自分がちゃんとなってないともう振り回されちゃいますもんね、心がね。うん、うです本当にそうですね。ねうん、あっ、あのい、源ちゃん、泉源太郎さんは、源<ー>ちゃんもですね。 玄母さんが視聴であと、つよぽん、三木つよしさんもご覧いただいてます。ありがとうございます。あと今田智子さん、ちょっと僕の友達とか。ありがとうございます、早速まで。あとね、あっ、加賀さんがね、「と」と「かか」呼び合ってるのも素敵ってお互いに。ああ、うれしい。「と」と「と」い」の「と」にね、「かか」は太陽の「か」ですよね。ああ、なるほど。なるほど。 そうなんですね。あとはあの元ちゃんがですね、うん、お自身の周りを意識されているくらさんらしい姿勢ですねっていう,ふうにね<ー>コメントいただきいただいてますし、もうくらさん人間力高いってもう皆さんコメント来ていっぱいですよ。そうなんですかいや <laughs> なんかもうそんなもう今日喋らなかったよかった <laughs> プレッシャープレッシャー。ー <laughs> いやいやまあ上代ですかね。うん、めちゃめちゃありがたいですあ、うん。あとその分かち合いって言葉の共感するコメントですとか、あと夫婦円満の秘訣。えー、あと目は見えぬ間光雄さんだなーって健ちゃんがね。おさがはい。健ちゃん、ねはい。そうです。目は見えねえんだなですね。<laughs> うんうん、本当に。うんうん、本学本質の勉強ですねとかね。これも健ちゃんですね。 あの店員さんに会いたくてお店選ぶことありますねって元ちゃんもですねあの人選んでこれはやっぱり栄養マンで選んで買いますよねっていうあの下りですよね、はい、うんうんうん,うん、うん、人で買うんですよ,うですよねあとねユリアんも見ていただいてましたね、はい、ありがとうございますあ,ありがとうございますあとまたちゃん言葉の言葉って一番自分に残るんですねってあの 言葉の一番目は普通の言葉なんですけど、二番目の言葉って、ことの刃ですね。刃の言葉。そうですよね。自分に一番残るんですよねって。おっしゃる通りですよね、本んに。あとはね、もうなんかいろんなもう宇宙の法則ですねとか、まちゃらしいやっぱ、銀ちゃん深いな、この。 人間の根幹は生きたいという思いに生かされていると。けど本当に人間ってそうですよ、あのね、こう僕ら若い頃結構どっちかって活発な方やったんで、あのーうん、やっぱりこう例えば、名うり合いの喧嘩かとかあるじゃないですか。ほんで、最終泥臭いあれになったらこう、ぐっと首絞められたりとかあるでしょ、そんな時でも大量に血出てたら、その血を利用して、オイルのように揃って抜けるとかね。はいはい うんあってそんな、そんな考えたりとかしないですよね、本能ですよね、そんな技もないし、自分の血をこう潤滑用のようにこう滑りよくして抜ける中、そんな誰も教えてくれないですよ。ああ、生きようとしてるんやってことですよね。そういうことですよね。は、うんうん、あーとね、手すりはやさ優しい、本質ですねっていうね。そうですよね。うん,うん、うんうん ただの作業ににならず仕事の奥かあ,、うん、あごめんなさいあとしずるさんですねそのととかがいつもありがとうとかね大好きっていうその口癖はすごく素敵な口癖ですねっていうふうでありがとうございますい、うん、そしてあのカタヤンさんも、えー、今カタヤンも見ていただいてますね <laughs> あ,<ー>ありがとうございますカタヤン あ,あと田口久野さん、あこれあの、僕の職場の園長先生ですね。え <laughs> 見ていただいてますね。ありがとうございます。あこんな遅くまで見ていただいてるってありがたいですね。ねねしずるさん、うん、生きてるだけで感謝、めっちゃ素敵ですって、うん、うん、人間力の深さを感じましたって <laughs>。やっぱり。めそうもないですも、もん、ねね、とんでもないです、もう。 あと、中村たまこさん、ああ、これもあの私のちょっとあの知り合いなんですけども、ありがとうございます、夜ね、遅くに。うんうん、ありがとうございます、はいあ。そしてあれですよ、あのし,しずるさん、実際に会える機会をめっちゃ楽しみにしてますって。ありがとうございます。<laughs> ちょっと顔と名前がね、多分こうなかなか一致しにくいかもしれないですけど、よろしくお願いします。はい あとね、あの中村たまごさんであの途中からでしたが、温かい雰囲気が伝わってきました。ありがとうございました。というふうにコメントいただいてます。<や>ありがとうございます。はい。ですね。はいで。ちょっとコメントはパッと読みましたけどね以上ですね。ありがとうございます本当、えーね、に貴重なね。な皆さんの命の時間ですからね、本当に。えー、そうですね。えー、はい。はい、そこをいただいているのが。 本当にありがたいです。うんそう,んうんうん、ですね。はい。なんで、あ、まだ源ちゃんからまた来ましたね。日常を大切にされている倉さんが大好きです。<laughs> <laughs> 僕はあの前源さんにねあのカウンセリングのような感じで源、うん、さんにしていただいたことあるんですよ。あ、そうなんですね。うんうんうん、はい。それでも二人きりでこうズームですけどね二人きりでこう、うん、あお会いさし、そうセッションですね。はいはい、すセッションで。うん,う,んう,んうん。うん だから僕も、その玄さんっていうのは、もう一発目で、こうすごくね深さを感じたりとか。んですよね、僕もあの実はちょっと個人セッションあのし,していただいたことがあって、そちゃんにね、そうなんです、ね、そうなんです、ね。助、えー、かに <laughs> うんうん、うん <laughs> ありがとうございます。気がつけば、もう日付も変わろうとしているというところでですね。ほんまですね。ちょっと予定よりだいぶ1時間近くオーバーしてしまいましたね。あっという間でした。本当にあっという間でした。ありがとうございます。こちら、こそです。なので、今日はですね、何てもう深すぎ、深すぎてというか、もうこれがなんだろう、 あのもう今日はもう公演みたいな感じでした、ね、本当に、<laughs> <や>もうクラスの公演みたいな感じで、うんええ。とんでもないです、もう公演になったらもう、うん、もうちょっとねこう、ちゃんと整列、理路整然とちゃんと、<laughs> <laughs> もっと大事な、もっともういっぱい伝えたことあるんで、いや、でもあの、なんだろう、本当にあの、まあ、日常でもね、この生きていくっていうことに対して、ね、うん、本当にあの根っこの部分とかを、本当に、あの、 伺うことができたと僕は思っているので、やほですか、<僕>めっちゃ嬉しいです。あの目から鱗でした僕は。本当ですか、<は>めっちゃ嬉しいです。はい、もうんじゃ僕最後に質問投げかつけますよ。もうんじゃもうそのために何をしますか。<laughs> ああそうですね。やっぱり朝もうまずあす朝起きたらもうみんなにおはよう大好きだよって今日も一日一日だったねって。 ね、もう一切労力かからんと、いくらでも、ね <laughs> うん、できることですからね、はいあ。お金もかけずできますから。<laughs> はい、それをあの伝え続けようと思います家族、ねほん。ごめんなさい、あと最後に一瞬だけ。はい、僕ら、朝は、ね、ルーチンね、もちろん今おっしゃられたおはようって、うんうん。今日も一日ありがとうから始めますけど、僕ら、さらにもっとやってることあるんですよ、朝。お日さんとかね。 空とかそ,うん、うん、そこに対しての神羅万象に対しての恵みに対してのありがとうということも、はいうん、今度はねもう息子あんなちっちゃいけど一緒にちゃんとね空とか見ながらねお日さんありがとう言うてますよ <laughs> そうなんですね、えーはい、今意味わかんないけどねけど大きなった時にこういうことかってわかるときいずれそれも宝物箱を開けるときなんで、うん、うんあお母さんこういう意味でこうやって言っててくれたんやお父さんこういう意味でこうやって言ってくれてたんや そうです。なるほど。<laughs> 人<が>自分とその自分の周りの人とあのこの,あのまあ地球というか生かしていただいているこの世界に感謝っていうことですね。人が人に感謝するプラスやっぱりねもっとこう真夜万象の恵みですよね。それも朝のルーチにするといいですしやっぱりお医しさはねやっぱりセロトニンとかにも。 ね、効果的ですし。うん。まあ、理にかなってますよね。本当ですね。うん、いや。いや、今日は本当に、あのー、なんか、これを、もう、僕は何回も見直、見直します。<laughs> 何回も見返します。これ、多分、一回、一回だけじゃ、多分、入っているようで、入ってないことが多いと思うんで。<laughs> 僕、何回も見直してと。とんでもないです。うん、もっともっと、声で勉強させていただきます。ありがとうございます。何をしてましありがとうございます。はい。はい ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、もう本当にね、もうあと数分で、ちょっとね、そうですね。日付が変わっちゃうので、はい。今日は、あの、この辺でおしまいさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日あの、本当に素敵なお話、聞かせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。また、ぜひぜひ、個人的にも、ちょっといろいろ教えていただきたいので。何を教えますよろお願いします。 ぜひともよろしくお願いします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、はいいはい、ありがとうございますここ。はい、遅くまでお付き合いいただいた皆様もありがとうございました。<す>また皆様ありがとうございます。はい、また元気にあの一日一日を過ごしましょうね。はい、過ごしましょう。過ごしましょう。では今日はありがとうございました。はい、はい、失礼いたします。はい、それでは失礼します。はい、ではちょっと切ります。はい、はい。